海峡局の尖閣諸島周辺への侵入行動は、日に日に緊張高まる状態です。今回は、海上自衛隊と海上保安庁との島嶼防衛訓練確認が行われました。島嶼防衛訓練を詳しく見ていきます。沖縄の尖閣諸島周辺の接続水域や、領海への中国公船の侵入が、過去最高の数を更新している2021年12月、こうした事態への連携対処を想定したと、おぼしき海上保安庁と海上自衛隊の合同訓練が行われたことが、報じられた。この海上保安庁と海上自衛隊との合同訓練は、22日に伊豆、大島の東方海上にて実施されたといい、前者より尖閣諸島を警備する石垣保安本部の巡視船、富豪、アグに、後者より護衛艦、高波と山霧が参加している。このような海上保安庁と海上自衛隊の合同訓練が実施後にすぐに報道へ発表されることはかなり異例の事態とも捉えられているが、それだけ尖閣諸島周辺海域における中国公船の侵入対策を講じているとアピールする狙いがあるのだろう。ただし、海上保安庁と海上自衛隊の合同訓練は、不定期とはいえ、すでに20年以上前の1999年から年に1回以上の頻度で、これまで合計23回が実施されており、訓練の実施そのものが稀有なことというわけではないと言える。今回は、尖閣諸島周辺に侵入してくる中国公船、つまるところ、これは中国海警局の船舶を指しているが、これらが尖閣諸島等に接近した際の海上保安庁と海上自衛隊の連携と情報共有についての合同訓練を行った模様だ。ことに、海上自衛隊においては、高波や山霧などの実際に現場で運用される護衛艦らと同時に、それらを統率する自衛艦隊司令部も参加をしており、より迅速な意思決定と指揮を意識していたように感じられる。高波は、高波型護衛艦の一番艦であり、2003年に就役、基準排水量4650トン、満載排水量6300トン、全長151メートル、全幅 17.4 メートルの艦隊を持ち、最大出力6万馬力で、最大速度30ノットを誇る。高波の主兵装は、イタリアのオートメラーラ社製の54口径 127mm 単装砲1機や、MK41 垂直ミサイル発射システム32セル等であり、SH60 系のヘリコプターを、最大2機収容可能な格納庫と飛行甲板を、艦の後部に備えている。山霧は、朝霧型護衛艦の2番艦で、1989年に就役。基準排水量3500トン、満載排水量4900トン、全長137メートル、全幅 14.6 メートルの艦隊を持ち、最大出力5万6000馬力で、最大速度30ノットを誇る。山霧の主兵装は、イタリアのオートメラーラ社製の62口径 76mm 単装砲1機等で、高波等のような垂直ミサイル発射システムの装備はなく、ヘリコプターも1機のみが運用可能と、航空運用能力も限定的だ。今回参加の高波と山霧は、海上自衛隊の横須賀基地を母港とする護衛隊群に所属しており、合同訓練時には伊豆諸島のある島を尖閣諸島とみなして、そこに向けて航行する。中国公船を領艦が発見したとのシナリオで進められたという。これを発見、追尾する護衛艦、高波と山霧から海上保安庁に通報が行われ、巡視船、富豪、アグニが現場に急行、中国公船に警告を発するが黙殺され、進路を変えずに進んだとの設定だった模様だ。そのため下された海上警備行動に従って、護衛艦、
高波と山霧も中国公家船の島への接近を遮る進路に進むという一連の手順を実際に行ったとされており、海上自衛隊による緊急時の実力行使を想定したものといえる。海上警備行動とは、防衛大臣が総理大臣の承認の下で自衛隊に下す出動命令のことであり、近年でも2004年に中国海軍の原子力潜水艦が先島諸島の日本の領海内を侵犯した際に発令された事例もあるなど、決して家庭のみの対処ではない。この時は、先行航行を続ける潜水艦が中国海軍の阪急原子力潜水艦であると、中国本土の青島、沖地から出航した時点からアメリカ海軍は捕捉しており、海上自衛隊とともに厳重な警戒監視体制を敷いていた。中国海軍の阪急原子力潜水艦は東シナ海から沖縄の宮古島の周辺海域を抜けて太平洋に進出、グアム島の沖合で帰路につき、先島諸島方面に向かったため、日本政府は中国政府に当該潜水艦の所属を問うも返答は得られなかった。海上自衛隊では護衛艦の鞍馬と夕立、B3C 哨戒機による阪急原子力潜水艦追尾を行っており、領海侵犯に備えて再三の警告を行うも無視され、ついに先行したまま日本の領海を侵犯されてしまう。この事態を受けて、海上自衛隊には海上警備行動が発令され、阪急原子力潜水艦への追尾と監視は継続されたが、当該潜水艦が日本の領海から外れ、上海の沖合に到達したことから、その対応は終了を迎えるに至った。日本では、この時、当該の阪急原子力潜水艦の個別のお供を海上自衛隊が収集し、かつ、海上保安庁の航空機が撮影した写真から、同潜水艦が中国海軍の所属である証拠を突きつけ、中国側に、厳重な抗議を行った。当該潜水艦が青島、この海軍基地に帰投した後、しぶしぶ、中国側は、同艦が中国海軍の艦艇であることを認めたが、決して意図的に行った行動ではなく、訓練中の技術的なトラブルによるものと弁明し、国内では、それすら伏せて報道していた。この事例では、当初より、海上自衛隊側では、当該の阪急原子力潜水艦の行動をすべて把握していたものの、同艦が先行したまま、領海侵犯を行い、30分以上経過するまで、海上警備行動が発令されなかったことが、疑問視された。これは、不測の事態であったとはいえ、対処を管轄する国土交通省と防衛省との間の連携と、それに伴う意思決定、政治判断が遅れたことに起因しており、これを教訓に、海上保安庁での対処が困難なケースでは、海上自衛隊が即時対応を行うことへと変更されている。こうした前例をもとに、今回の海上保安庁と海上自衛隊との合同訓練は、尖閣諸島周辺において接近する中国公家船に対し、即座に海上警備行動が発令されたという設定に基づき実施されたと考えられるが、日本のマスコミの扱いはかなり慎重に見える。いたずらに中国側を刺激しないようにとの配慮からなのか、海上警備行動の発令というシチュエーションすら省かれており、単に海上保安庁と海上自衛隊とが合同の訓練を実施したという目的や意図を伏せたかのような記事が多い。ちなみに、今回同号訓練に参加した海上保安庁の巡視船、富豪、アグニ、
は同じく二神型巡視船であり、前者が4番艦で2011年、後者が13番艦で2015年に進水しており、2021年時点で22隻が建造されている主力艦である。国が二型巡視船は、総トン数約1700トン、全長 96.6 メートル、全幅 11.5 メートルの艦隊で、交渉の最大速度は23ノット以上。艦尾にはヘリコプター用の飛行甲板はありつつも、その格納庫は装備されておらず、航空能力については限定的である。兵装に関しても、国が二型巡視船は、1番艦から12番艦までは、アメリカゼネラルエレクトリック社製の 20mm バルカン砲1機、13番艦以降が、30mm の MK44 ブッシュマスター2機11機の搭載に止まり、艦の大きさに準じたものとなっている。